ピッチングにより発生した船内プールのスロッシング。スロッシングとは、容器内の液体が外部からの比較的長周期な振動によって溶動すること。この溶動により構造が破壊されたり、液体が容器から溢れ出る被害などが問題となる。石油タンカーや LNG タンカーなど大量の液体を輸送する船舶では、海上運航時の低周期溶動が内容物の スロッシングを引き起こすことが問題となっており、LNG タンカーでは、メンブレン方式で構造が損傷する事例が出ている。このためタンクを球体にすることで構造を強くすると、共に衝撃を軽減する例が多いが、これは積極的なスロッシング対策ではない。スロッシングの発生を防止するには、一般に、 タンク内の液体を5%以下もしくは95%以上に制限する運用で回避することもできるが運用性に制限が出るためより積極的にスロッシングを制御できるよう自立核系タンク方式が日本で開発されているこの方式ではタンク内に構造部材を配置できるためタンク内の液体と船体運動の同調を回避する核壁の配置が 可能となり、さらにタンク内の大骨が内部液体の運動を妨げる効果があることからスロッシング衝撃荷重が発生しない安全なタンクとなる。日本ではこれまで、トカチオキ地震や日本海中部地震で地震振動によるスロッシングが原因で石油タンクの内容物が逸流したことが報告されている。液体ロケットでもタンク内でのスロッシングが問題になるため、 NASA や JAXA などで研究が積極的に行われている。宇宙機におけるスロッシングは機体の姿勢制御に影響を与えるだけでなく、スロッシングにより液体内に取り込まれた加圧ガスがエンジンに供給されるとエンジンの破損につながりかねない。このため、スロッシングを抑制するための邪魔版をタンク内部に装備するなどの対策が取られている。ありがとうございます。